ロでバカでエッチでしたけど、基本的にはまあまあいい人でした。壊れたエアコンを直してくれたこともありましたし、椅子やテーブルなんかも。ああ、それ直したの僕ちんなんだけど。とにかくいい人でした。神様、どうしていい人から先に死んでしまうのですか。いっそ僕ちんが死ねばよかったよね。実際そういう空気だもんね。嫌われ者のボクチンが死ねばよかったのにって空気をボクチンに気づかれないように隠してる空気だもんね。けどボクチンもそれに賛成だよ。だって希望の戦士のリーダーだった大門君より嫌われ者のボクチンが死んだ方がいいもんね。あ、そういえばそうですよ、大門君ってリーダーじゃないですか。リーダーがいなくなって子たちはこれからどうすればいいの？大門くん。あらら、モナカちゃんが泣いてしまいましたよ。それならば僭越ながら私もご一緒に。大門くん、もっと遊びたかったですよ。最初に雑魚キャラのボクチンが言ってれば大門くんは死なずに済んだのに。大門くんにトイレに閉じ込められてたなんて言い訳は通用するわけないよね。そもそもボクチンがトイレでうんちしてたのを大門くんに見つかりさえしなければ。まあ何も死んだって決まったわけじゃないんじゃないのか。だからモノクマキッズの報告では死んだなんてなかったぞ。勇者ロボがやられた後で大人に捕まったけど、その後は安否不明って報告しか。不明ってことは死んだってことでしょ。え、ワイドショーを思い出してよ。平和だった頃によく見てたでしょ。安否不明とか意識不明って文字を見てどうせ死んでんだろうって思わなかった。モナカは思ったよ。だけど確認してみないことには。無駄に決まってるよ。大門くんは土に帰っちゃったんだよ。でも念のために助けを向かわせるくらいは。新月くんは仲間外れだね。嫌われ者のボクチンより最悪だね。え、もう二度と動かないよ。おじいさんの時計なの。わかったよ、モナカちゃんの言う通りだ。ダイモンは死んだ、そう考えることにすればいいんだろ。じゃあ悲しいのはみんな一緒だね。それならみんなで大門くんに祈りを捧げようよ。大門くん、安らかに眠ってね。偉大なリーダーだったあなたは臆病者の割には勇者っぽく頑張ってたよ。はぁ、いっぱい泣いたらすっきりしちゃった。じゃあそろそろゲームに戻るのじゃ。よし、まだまだ楽しむぞ。まだ続けるのか。それより楽園の設立を急いだ方が。まだ大人の残党だって残ってるんだし。新月くん、もう付き合ってくれないの？わがままばっかりのモナカが嫌いになっちゃった？そんなわけないだろう。僕らは
一緒に楽園を作る仲間なんだから。じゃあモナカのこと好き？いきなり何言い出してんだよ。好きとか嫌いとかそういう話じゃなくて。好きじゃないの？だからそういう問題じゃ。ねえ、新月くんのそういう態度ちょっと大人っぽいよ。大人？大人なの？バカ言うな！僕は死ぬまで子供のままだ。魔物になるくらいなら死んだ方がマシだ。そんなの分かりきってるじゃないか。じゃあモナカのこと好き？好きだよ。やったー！新月くんはモナカのこと好きだって。それは一緒に楽園を目指す仲間として出会って、別に恋とかそういうのじゃ。ああ大変だ、新月くんがやけど状態だよ。ジャタロウくんは僧侶なんですし、回復魔法をかけてあげたらどうですか？天陽、賢者の祈りを命に変え、かの者に慈悲を与えたまえ。やめろ、僕をからかうな。もう新月くんに意地悪しちゃダメだよ。ポトコちゃんも新月くんも仲間同士なんだから、ちゃんと仲良くしなくちゃダメなの。ボクちんが省かれたのは単に嫌われてるせいだよね。名前が言いづらいからとかじゃないよね？ね、みんなで仲良くしようよ。一緒に楽しく狩りをしようよ。ね、さすがモナカちゃんです。モナカちゃんのそういうところが大好きです。あ、そういうところというか、もう全体的に全部大好きなんですけどね。分かったよ、ゲームを続けよう。モナカちゃんの言うことに異論はないよ。さすがは副リーダー。あ、今はもうリーダーだったか。リーダー？だって勇者の彼、名前なんだっけ。とにかくリーダーの彼が死んじゃったんだから、副リーダーの新月くんが新しいリーダーでしょ。僕が希望の戦士のリーダーに？うん、そうだよ。期待してるね、新リーダーの新月くん。ああそうだな、期待してくれ。よろしい、頼もしいですぞ。おや、モナカちゃんはお出かけですか？どちらに行かれるのですか？ちょっと用事なの。行ってきます。用事って何かな。モナカちゃん時々一人でどっか行っちゃうけど。女子の用事をあれこれ詮索するなんて、大人なら社会的極刑レベルのセクハラですよ。ああ、もしかしてお通じかな。お通じが悪いのかな。霜に絡めるのはもはや論外です。できるだけ悲惨に死んでくれたらいいのですが。でも時々トイレに行くならむしろ健康なのかも。っていうかモナカちゃんはうんちなんてしません。女子のうんちが欲しいなら私ので我慢してください。あ、待ってよ、それじゃまるでボクちんが変態みたいじゃないか。あ、弱ったな。これでボクちんのイメージが固まっちゃったらどうしよう。行くとこ行くとこで人に避けられて、モーゼみたいに道が開くようになっちゃったら。意外と便利かもしれない。とにかくモナカちゃんがどこに行ってるのかなんて私たちが気にする必要は全くありません。だって私たちが知らなくていいことだから、教えてくれないだけなんですから。そうだね。じゃあボクちんは黙って魔物を狩るよ。ちゃんとご飯の前に歯も磨くし。ああ
ずるい人発見。抜け駆けは許しません。私だって魔物を狩ります。そうだよな、モナカちゃんのことだし、このゲームだって無意味なんかじゃないはずだ。それこそ町に潜伏している臆病な大人たちに僕らにかなわないと思わせるためとか。そうだ、きっとそうだよ。これも楽園設立のためには必要なことなんだ。あらあら、さっきまで反対していたくせにリーダーになって浮かれてるんですかね。なんだって。ああ、喧嘩はダメだってモナカちゃんが言ったばっかなのに。おい、みんな、お待ちどうさま。ほら、作りたてのミルクセーキだよ。もう遅いですよ、モナカちゃん言っちゃったじゃないですか。ミルクセーキの作り方がわからなくてさ、ネットも繋がらないから調べられないし。あれ、ミルクセーキってこんなモヤモヤっとした色だったっけ。どうかな、ちゃんと砂糖と背脂は入れたんだけど。背脂を？おい、こんなものを支配者である僕ら希望の戦士に飲ませるつもりか。そのヘドロはお前が全部飲めよ。いいか、命令だからな。参ったな、こんなにたくさん飲んだらお腹がタプタプだよ。けど命令とあらば仕方ないか、だって僕はみんなの召使いだもんね。誰もいない駅ってなんか不安になるね。薄暗くて不気味で気持ちが沈むわ。それにこの感じだとやっぱり電車は動いてなさそうね。でもさ、ここから線路を歩いていけば街の外に出られるんだよね。そうだよね、間違ってないよね、ちゃんと助かるんだよね。うるさい、そんなの確認してみないとわかんないわよ。だったら早く行こうよ、ダッシュで駆け抜けよ。でもモノクマに襲われないように死んだふりをしながら歩いた方がいいかな。ねえふとわさんってゾンビ歩きできる？やらないわよ。暗いわね、地上の明るさが恋しいわ。地上もそんな明るい雰囲気じゃなかったよ。ホームに行く前に改札を出てどうすんのよ、運賃だってもったいないじゃない。あれ、払ったっけ。分かりきってたことじゃない。そうなんだけど、実際に確認しちゃうとやっぱりへこむっていうか。だけ
それ式のことでいちいちへこんでどうすんのよ。そうだよね、線路を歩いていけばきっと町の外へ出られるはずだもんね。だからそんなの確認してみないとわからないって言ってるじゃない。あんた無駄に信じきってると裏切られた時のダメージが増えるだけよ。アイドルは秘書女で当たり前、宝くじは当選番号を操作している人間がいる。そのくらい割り切ってた方がこの世界は生きやすくできてるのよ。なんかちょっと話がそれた気がするけど、とりあえず行ってみるしかないってことだよね。そうね。どうしたの深川さん、何か不安なの？え、別に何でもないわよ。ただ言ったでしょ、私は暗いのが苦手だって。本当にそれだけ？心配事があるとかじゃない？嫌な予感がするとか、妙な危険を感じるとか、具体的にこういうところに注意した方がいいとか。あんた人をセンサーか何かと勘違いしてるんじゃないの？行くならさっさと行くわよ。どうするかは後で考えればいいんだし。お互いにね。こんなに暗いなんて聞いてないわよ。やっぱり来なきゃよかった。街の外に出られるんだよね。
んかどんどん暗くなってるわね。そろそろ引き返した方が賢明なんじゃない？そう言わずに頑張ろうよ。そんなここまでうまくいかないと逆に笑えてくるわね。右足と左足を交互に出すだけの簡単なお仕事でーす。モノクマ、すごい数だよ。本当にもう崩れちゃうって。大丈夫よ、コンティニューすればいいだけじゃない。何の話？逃げろ。このピンチを切り抜けたら、私、白夜様と結婚するんだ。死亡フラグだよ、それ。出来上がり。
っと燃える男の子を切り刻みたいわね。私って気を失うと人格が変わっちゃうのよね。しかも次に気を失うまでずっとずっとっていうかくしゃみでもでしょ。いっそすがすがしいくらいに人格交代しちゃうわよ。くしゃみでも変わるの？これまたギリギリよね。まるでモーニングだかディナーだかランチみたいな。あれ本当に変わった。何があったかわからないけど、まあだいたい察しはつくわ。それにしても本当に踏んだり蹴ったりね。あんたどこまで不運なのよ。こんなのおかしいよ。絶対におかしいって。私は町の外に出たいだけなのに、どうしてそれができないの？やっぱりもう無理なのかな。私この町から逃げられないのかな。そうかもね。え？けどたとえ逃げられなくても助かる方法はあるわよ。立ち向かえばいいのよ。あいつらと戦うのよ。戦うって。深川さん、ちゃんと考えてから言ってよ。私なんかが戦えるわけないでしょ。自信満々にビビってんじゃないわよ。ちょっと待って、あそこ。え？